紙芝居セクラツネナガ絵巻始まりじゃ。ウェブ紙芝居長谷倉常長絵巻。この紙芝居はデート FM 海を渡った侍長谷倉常長物語の内容を再構成したものにござります。どうぞご覧くだされ。第2話ソテロとの出会い。政宗様、仙台城大広間の落成おめでとうござりまする。このところ伊達家は祝い事続きじゃった。政宗様ご長女のいろは姫様は祝言を挙げ、仙台の城も町も完成した。渡りもいただいたな。政宗様が宣教師ルイス・ソテロと出会ったな。この頃じゃった。時に真摯に、時に他を顧みず使命に向かうソテロに対し、幕府の中では厳しい意見が出始めていた。が、そんなソテロに政宗様は親しみを感じておったのじゃ。そして政宗様は完成したばかりの仙台城大広間にソテロを招いた。ソテロよ、これから幕府は厳しくなるぞ。いかがいたすのじゃ。私はエスパーニャからこの素晴らしい国日本へ来ました。たとえ火に焼かれようともこの国で教え広めたい。そのために法皇様の後押しがいります。私は一度ローマへと向かうつもりです。遠き異国の名じゃ。遠くなどありません。南蛮の船使えばすぐそこです。真心と熱意があれば必ず心は通じるのです。政宗様の心配をよそにソテロの目は輝いておったのじゃ。長谷倉常長、ソテロ殿を案内いたせ。はっ。ソテロ殿、ではこちらへ。政宗様はソテロのおかげで海外への夢を思い出したようじゃった。この2年後に政宗様は自身の夢を常長とソテロの2人に託したんじゃった。しかしその出版の前に大きな災いが道の句を襲ったんじゃった。ラジオ放送海を渡った侍長谷倉常長物語はデイト FM 77.1 メガヘルツ毎週日曜日15時55分から放送じゃ。ぜひお聞きいただきたい。それではさらばじゃ。